こんばんは。時刻は午後6時を回りました。マンデーシュガースポット、ケンジブッチです。ドラゴンスカイです。メシュラースシコです。マグナムアイキョウです。アントワイズです。ルロールコメダです。よろしくお願いします。一人泣きなんか勢いがすごい。さあ、ということで8月12日月曜日、マンデーシュガースポット、この番組はサーラカードの提供でお送りします。今日は愛知大学プレス同好会 AWA 初の勢ぞろいでお送りします。ようやく揃いました。お願いします。ついにね、のルノワールコメダも来てくれたってことで、ね、来ちゃいました。お本なんでよろしくお願いします。ありがたいですね。社会人みたいなこと言ってますね。どうなん、ルノワールコメダ、卒業して社会人しっかりやれてる感じ？あ、もう東京でね、しっかりバリバリ働いてます。働いてる。はい、まだ病んでない？大丈夫？いや、まだ病んでないです。もうジムも行ってね、楽しくやってます。プロレスの方とかもう全然縁はなくなっちゃった感じ？いや、もしかしたら11月12月ぐらいに試合やるかもなと、うん、ひょっとして東京の方とかで、はい、東京の方ですね、やっちゃったりして、対人プロレスみたいな感じで、まあ、というか自主興行、自主興行僕のじゃないですかね。あ、まあ、それは細かい話はまあ楽しみにで、まあ、ね、発表あると思うんで、このラジオでもね、発表してほしいなと思いますが、今日初登場のマグナム愛嬌、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。これが噂の新メンバーですか？はい、新メンバーですね。新レスラーってことですか？はい、4年生です。4年生、はい、前4年生からのデビュー。4年生が入ってくる、どんどん。4年生でもね、大丈夫だからね。前例がいるんだよね、大成功。優しい先輩のアドバイスみたいな。どうですか、マグナム愛嬌、今日はラジオ初登場になりますけど、今気持ちは？いや、試合に向けてのこう気持ちの高ぶりをここでしっかり皆さんにお伝えできればと思います。しっかりしてる。期待の新人だね。ありがとうございます。アントワイズはどうですか、久しぶりの登場ですけど。いや、もう AWA としてはもうめっちゃまだ緊張の方があるなっていう感じにして。怖いに負けんねん、ワイズ。いや、もうすでに負けてると思います。弱気だな。そんな弱気なレスラーなかなかいないからね。強気で頑張ってほしいなと思うけど、ここで1個密告をすると、スカイもスシコももうすでに知ってるかもしれないけど、アントワイズはこの愛知大学プレス同好会のラジオグループっていうのがあって、はい、いつも健二がいついつどうですかって言うと、はい、まあ、寿司子とスカイはね、いつも返事やってるんだけど、はい、ワイザーね、ね、いつも無視、うん、なのに、もう一個さ所属してるオチケンの方のサークルでは普通にラジオに来るっていう男なんだよね。弁明ないの、弁明は。ですね、オチケンの方のラジオは、あれはアンコウ先輩に無理やり出させられました。他に人がいないからもう来てって言われて。俺らも他に人いないけど、うん、でも2人でやってるよ、お前。本当にすいませんでした。ちょっと集団いじめみたいになる。いや、これ地獄だ。その一言で俺たちいじめみたい。もっとかかってきてよ。いや、もう試合勝てるんか、お前。もう勝つしかないっす。メインイベントはい、まあね、気合い入れてやっててほしいなと思いますが、今日は今週末18日に迫る愛知大学プレス同好会、はい、新世代になっての初興行ということでね、はい、そうです、うん、そちら迫っていきたいなと思いますので、ぜひともプロレス熱をね、ぜひとも出していってほしいなと思います。はい、王者スカイもぜひともね、しっかりと、はい、後輩たちにトーク負けないように、はい、頑張ります。今日もう OB にも負けないように頑張らないといけない。そうだよね、強いんで OB が、うん、OB にも負けないように、いろいろトークしてってほしいなと思いますが、今日のメッセージテーマは、夏休み何してるでいきたいなって思います。はい、はい、まだまだ夏休み中だと思いますが、夏休み何しているのか、何したいか、ぜひともメッセージ送ってください。メッセージは sugar@843fm.co.jp、ヤシナミヘメキルアプリ FM プラプラからもメッセージを送ることできますので、メッセージたくさん送ってきてください。さあ、ということで1曲目、こちらはグウェン・ステファニー・アンダーソン・パーク、ハローワールド。 Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. Yeah, we on that new. Trying to go home.
me say yeah, 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 yeah. Let me say yeah, 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 yeah. Let me say yeah, 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 yeah. Everybody say yeah, 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 yeah. I was minding my business, taking care of business, doing my thing. Woke up in the middle of the night like, ooh, heard the telephone ring. I don't need to tell you, I don't need to explain. It's hello world, we showing up, we changing the game. さあお送りしてますグエン・ステファニー・アンダーソン・パーク・ハローワールドをお送りしております。今日メッセージテーマ夏休み何してるですけども、アントワイズ、はい、何してますか？ですね、8月の3日から5日までちょっと九州の方で合宿をしてきました。お、ほんと？はい、もう単独で？いや、そうですね、 AWA 単独では、うん、代表して、そうですね、僕だけ、はい、ありがとうございます。交流をね、はい、行きました。交流、レスラー交流深めてきて、本当にレスラーで交流してきて、知り合いもいっぱいできてちょっと日本語おかしくなったかも。ありがたいです。ちょっとその話についてはね、また後ほど活動報告の中でね、はい、どんなことがあったか教えてもらえたらなと思うんで、思い出しててください。はい、わかりました。よろしくお願いします。ということでお送りしたのはグウェン・ステファニー・アンダーソン・パーク・ハローワールドでした。マンデーシュガースポット。さあ、マンデーシュガースポット、時刻5、6時14分です。今日のお相手はケンジブリ市長、ドラゴンスカイト、メシダスシコと、マグナム・アイキョと、アントワイズと、ルノアール・コメダです。よろしくお願いします。お願いします。今日のメッセージテーマは夏休み何してるとなってますので、ぜひともこちらのメッセージテーマに関してもメッセージを送ってきてください。メッセージはシュガートマーク 843fm.co.jp アプリ FM プラプラからいろんな方法でぜひともよろしくお願いします。さあ、ということで、今日はね、愛知大学プロレス同好会が勢ぞろいということで、はい、はい、ありがたいです。初の勢ぞろいってなると逆にみんなあれだよね、主張が減ってきちゃうパターン。可能性ありますね。うん、けどまあなんとかね、まあ、誰が今日このラジオのベルト貸してるか分かんないけどね。よろしくお願いします。どんどん来ちゃってください。行きます。かましますよ。特に新人の初登場のマグナム愛嬌さん、はい、僕は未だにどんな子なのか知らないんでね、ちょっとワクワクしてますね今日は。あ、じゃあ期待に応えれるように。うん、いやもう待って。ちなみにマグナム愛嬌さんはさ、はい、なんでこう急にこう愛知大学プロレス同好会に入った感じになるの？もともとずっとプロレスのことは大好きで、うん、愛知大学にプロレス同好会ができたってことも知ってたんですけど。あ、もう割と前から知ってたんだ。そうですね、愛知大学の学生さんじゃないとダメなのかなとか、うん、どうやって声かければいいかなって思ってて、うん、でこの4月の新入生勧誘のタイミングでインスタグラム、ツイッターで DM ぜひってあったので、うん、思い切って送ってみました。おー、よかった、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、うん、どんだけね、新しいレスラーをね、募集してなかった子だよね。本当に全力でしたから頑張ってたんですけどね。切実そうだった。おー、うん、けど来たのは結局4年生ってことだよね。そうですね。まあね、うん、まあ、うん、来てくれただけ本当にありがたいというか、うん、助かります。うん、ね、けどこれ4月からこう入ったってことはもうまだ歴としては4ヶ月とかそれぐらいとかだよね。そうですね、全然まだまだ、うん、うん、まあ後輩ですね。まあ僕の後輩にはいっぱい教えてもらって、うん、偉そうにしてる。まあ、実際どうなの、愛知大学プロレス同好会的にはさ、この夏休み期間も結構忙しくいろいろやってる感じ？めちゃめちゃ大変になってますね今は。うん、うん、もともとそれこそ月、まあ週に 1、2回ぐらい練習はするようになってたんですけど、うん、もう夏休みに入ってみんな休みになって、うん、もうどんどん練習ガツガツ入れて、お、うん、これからやっぱりプロレスの時期になっていくのでね、お、はい、プロレスの時期になってくる、これから、はい、
そうです、うん、まあ、どうなっていくのか楽しみですけどもねこの4ヶ月間この愛嬌さん、マグナム愛嬌さんは何をしてたんす、はい、まずは、うん、同好会的にはそうです、まずは受け身の練習だったり、うん、特にリングに上がるっていうのが初めてで、うん、そう実は僕が柔道の経験があって受け身は少し心得があったんですけど、うん、やっぱりプロレスの受け身は種類が違うし、リングの硬さだったりロープの反動だったりそういう基礎のところを特に中心的に教えてもらってやってます、うん、おー、ちゃんと基礎を教えてもらってるっていう、はい、なんかあれだね、その話聞くと愛知大学プロレス同好会って本当にサークルとしてなんかレベルが上がってるよね確かにそうですね、やっぱ数年前と比べたらねちょっと何のことかわかんない数年前と比べたらあのしっかりもうなんつうの、うん、本当にサークル部活みたいな感じで、やっぱりコーチも、ね、できたのも、うん、それがでかいな、団体としてしっかりしてきたなって気はします、ね、コーチができちゃったんだもんね、そうです、うん、コーチもいるし人数も一人じゃないし、うん、難しいことだなとは思うんでそこは僕はすごいとは思ってるんですけど、勢ぞろいしたらラジオも合計5人来るぐらいになってるぐらい、すごいですね、嬉しい限り、ね、変わりましたね、うん、まあ、そんなあの部活として、まあ、サークルとしてね進歩した愛知大学プロレス同好会が今週末の日曜日に興行をいろいろと控えてるってことなんだけど、はい、まあ、その話は番組後半にね詳しく迫っていくとして、今日メッセージテーマが夏休み何してるってことなんだけど、スカイちゃんは何してるの、はい、あ、自分はですね、うん、夏休み入ってやっぱりプロレス忙しいのと、うん、あのまあ課題とか全部終わってもうバイトがとにかく入りまくっててでもうね忙しいんですよ、体がすごい疲れてて、うん、でこの間のラジオの時に、うん、あのちょっと興味持っちゃったのが日本酒で、日本酒、そう、もう疲れ切った体に、うん、もう、うん、バイト終わったって思って日本酒飲んだらうまってなったね、ちょっと今日本酒にハマってってすごい、不安です、晩酌ですね、まあ、夏休みチビチビやってんの、やっちゃってますねマジで日本酒をね楽しんでますね、うん、今今年の夏日本酒に目覚めちゃったんだ、目覚めちゃいました、ちょっとまた教えてほしいです、日本酒のこといろいろ、俺けど全然詳しくはないよ俺は、あ、そうなんですね、うん、でもいろいろあるからね、辛口甘口みたいなね、今いろんなの飲んで比べて楽しんでます、ね、うん、え、おつまみ的なのは何が、日本酒、自分は、うん、何だろうな、でも枝豆とかですかね、割と、そっち系でね楽しんでますね、美味しい、なんかけど極まっちゃうと塩を舐めるだけでいいとかって言うからね、そんなレベルまでいくんだ、うん、もうあの食べることの労力がもう邪魔だから、おつまみを塩で舐めるだけで飲むだけの労力を使うみたいな、すげえ、ここにね、すごー、うん、うん、らしいから、まあ、いつかその辺極まってくるのかな、スカイも、じゃあちょっと極めちゃいます、うん、いやけどまさかの意見だったね、日本酒に目覚めた、うん、夏休み日本酒で、うん、何、普通にスーパーとかで買ってるってこと、そうですね、自分がバイトがコンビニなのでコンビニで売ってるようなやつ買って、とりあえずやって、もう今全種類やっちゃったんで、うん、今はスーパーの方に行って、いろいろといろんな味を確かめて、そうです、そうです、好みを探してる段階、はい、そうなんだ、今のところはちょっと鬼殺しでまだね、ちょっと写真じゃないんで、全然いいんじゃない、うん、いいと思うよ、うん、ぜひともおすすめの日本酒があったらぜひともね、メッセージで送ってほしいなと思うんですけど、お願いします、スカイじゃなくてあのルノワールはこう社会人になってやっぱお酒のさ、バーとかやっぱさらに増えてる感じ、いや意外と少なくて寂しいですね、あ、そうなんだ、まあ、だけどあの東京の学プロの子たちと飲んだりとかしてるんで、うん、シュゴールノワールが有名ですからね、ルノさん、あ、もうこの間はもうすごい潰れちゃって辛い思いをしました終電ギリギリなんとか帰って次に仕事行ったんですけど、さすがだな、体力、休みの日前日とかじゃなくて全然仕事がある時も、はい、学プロのつながりで、はい、みんな休みだからって呼んできてね俺は仕事だと言って飲まされちゃう、飲まされちゃって辛いですね、けどまあ全然あの東京の配属になってもつながりがあってね、はい、友達がいるっていうのはいいことだよね、はい、学プロは強かったですね、本当に東京配属に関しては、うん、でおすすめの日本酒とかできたりしたルノワールは、お、日本酒はもうこれお恥ずかしいことなんですけど僕は日本酒は一気飲みするときしか飲まなくて
お恥ずかしい。レスラーみたいな。レスラーの打ち上げを、はい、打ち上げでそれぐらいしか飲まなくて、あまりいい思い出がないんで、僕もスカイさんに教えていただけるとありがたいです。任せてください。なるほどね。たまには飲みますけどね、結構好きなんで、なんだけどなんか変な思い出ばっかあるなと。まあ、酔いつぶれちゃうからね、日本酒は。悲しい大学生ですよ。気をつけて、気をつけて飲んでほしいなと思うけど、はい、あのラジオネーム S おまさんから、おー、 おー、 S おまさん、おすすめの日本酒が来ましたよ。 おすすめの日本酒は田酒。田酒、漢字とか田んぼの田に、はい、お酒。へぇ、田酒。確かに東北の方だからね、うん、あ、確かに。で、豊杯。大豊かに、はい、これな、杯っていうのかな、わかんないけど、うん、はい、で、もう一個、出羽桜。出る羽に桜、出羽桜。かっこいい。何、ワイド知ってんの、出羽桜。いや、漢字わかっただけです。なんか、リアクションが、僕それ飲んでますよ感ちょっと出すのやめてもらっていいですか。まだ飲めない、まだ飲めない。やめてください。期待しちゃった、うん、今の3つがおすすめということですね。ちょっと調べて買ってみて、年酒、豊杯、出羽桜、うん、ぜひともこれあの3つ、今週の興行終わった後にね、打ち上げで、うん、もうぶっ潰れて試してみてほしいなと思いますが、大学生の特権なんで、ね、うん、たくさん飲んでください。そうそうそう。あ、全部東北のお酒なんだって。あ、飲みやすい日本酒となってますってことで、ちょっと気になる。いいじゃん、いいじゃん、うんうん、ね、日本酒いいんじゃない。初心者にも優しそう、ね、初心者向けな感じで、うんうん、詳しいですね、さすがさすがです。うん、S 志向はどうですか、夏休みは。私はプロレスも頑張りたいんですけど、ちょっと3年生なのでインターンに行っています。お、はい、偉いですね。週3、8時間でみっちり働かせていただいております。うん、真面目に、真面目にやってるんです。就活の方真面目に苦しんでます。本当に辛いです、就活って。けどあのインターン先の方と飲み会で日本酒もガブガブ飲ませていただいております。強い、はい、すがなお何、ちょっとあえ、この AWA は何、日本酒じゃないとダメ感出てきたよ、今、会話的にね。いやいや、そんなこともないけどね。そんなことない。みんなの飲み会割と落ち着いて飲みますよね、AWA。ルノさんがいなければ落ち着いて飲んでます。いや、僕がいても、AWA 単体なら。うん。確かに。いろんな団体来ちゃって、楽しくなってきちゃってね。そういうのもあります。いろいろ交わると、もっと盛り上がっちゃうけど。盛り上がっちゃいますね。単体だとしっぽり系の。まあ、ね、みんな静かに飲んでる。けど、一番ひどかったのは、マチョの第1回興行の時は、もう本当にひどい飲み会。レジェンドが。あの時は。うん、マチョギャローズさんね。だってマチョと肩組みながら帰ってきましたからね、僕。頑張って帰れよって。マチョさんこそ帰ってくださいよって肩組みながら、手出し駅まで行って。青春が。青春でしたね、あれは。青春してるね。次の日の英語の授業休みましたからね。うん、まあ、そこはまあ全然いいとも悪いとも言わない時は一応、うん、授業は学生としては行ってほしいけど。たくちゃん単位取ったんでそこ。なら大丈夫だ。寝てるんでね。うん、ちなみにマグナムはマチョギャローズの存在ってのは知ってんの？あ、インターネットで見たことはあったんですけど、うん、まだ直接会ったことはなくて。おー、来週あるといいね。ね、ほんとにいろんな噂を聞いてはいるから。いい噂がね、よくない噂の方が多い気がするけど。いい噂あったっけ？一番良い似合うの。うん、伝説の人間なんだから、うんうん、まあレジェンドですからね、まあ、立ち上げのレジェンドですから、うん、レジェンドになったら今ないわけですから、僕は本当にその点は本当にすごい尊敬してるし、うん、ありがたいなと思って、うん、リスペクトはね、ゼロから1にしてくれた男ですからね、うん、ゼロ一のマチョですか、うん、さすがのマチョさん、まあ、あのマグナムさんもねこれで会えると思うので、うんうんうん、会った感想をまた次回楽しみにします。また来ますね。楽しみしてるんで、その時はぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、うん、まあ、ということでね、あのラジオ聞いてる皆さんも夏休み何してるか送ってきていただけたらなと思います。番組後半でも紹介していきます。1曲こちら、ゾンビーチャングラブリー、おはよう愛してるよ。重い腰を開けて、捨て
時刻午後6時28分回っております。お送りしてます曲はゾンビーチャングの新曲ラブリーおはよう愛してるよっていうね、まあちょっと恋愛ソングなのかなと思いますけど、夏といったら恋っていうのもあるんですけど、AWA のみんなはプロレスバッカーやってる感じですか？恋とかもできてますか？あれなんかワイズなんか痛そうな顔してない？恋してる感じ？ノーコメントでございます。否定しないってことは、否定しないってことは恋してる、まあまあまあ、じゃあ恋してないってことか？となると、まあ、どっちとも言えないってことでお願いしますよ。本当にありくどいな、青春じゃん。あいつこんなこと言っていいか分かんないけど、いつもマグナム君に恋愛相談してるらしいじゃん。それはない、それはない、熱動やめてください、熱動熱動、それ熱動。マグナム君とあのワイズは何、もともと仲がいいとかそういう感じなの？もともと僕が愛大落研入ってて、マグナム先輩が愛知教育大学の落研に入ってるんで、そのつながりで仲良くなってる。はい、落語研究会の方でもつながりがあって、はい、そうなんですよね、もう先輩後輩の関係で。おー、はい、そうですね、でもプロレスになると先輩後輩入れ替わって、いやプロレスでも先輩後輩です、僕の方が後輩です。またまた、いやいやいや。その二人息がいいですね、ちょっと楽しみですね、この二人がタッグ組んだら面白そうです。おー、確かに、うん、落ち研プロレスタッグっていう、試合中落語とかやっちゃってね、急に座布団引いて、いやどうやってやったらいいのか、それはセンスで狂気攻撃するかもしれない。デスデスか、そうなると楽しみだなと思うけど、まあまあとりあえず AWA の中ではとりあえずワイズが恋してるってことでね、この夏恋が成就することを願っていきますんで、ぜひとも今週末の試合でね、格好をつけてほしいなと思います。呼ばせよね。頑張ってね。ということで、お送りしてくるゾンビーチャングラブリーおはよう愛してるよでした。マンデーシュガースポット。さあ一曲こちら、KB バッバーのナンバー、フレンズファミリー&ゴッド。KB バッパーナンバーフレンズファミリー&ゴッドをお送りしております。ラジオネームうなぱいさんからメッセージです。ケンジブリッチさん、ルノワールさん、スカイさん、スシコさん、マグラムさん、ワイズさん、こんばんは。こんばんは。AWA 全集合よかったです。ありがとうございます。初だよ集合したのは。やっとですね。本当に年越しぐらい、いや本当休み続けたやつが、だいたいね一人来ないだけだったんですけど。確かに言っちゃえばそうか。誰なのか分かる？何のことだか。
あなたですよ、あなたが来れば体制全員来ることになるから本当にすいませんでした3人はよくやったんでやってるやってる、うんうんまあ、あのぜひともね、ワイズこれからも参加してほしいなと思うし、はい、ありがとうございます、うん、マグナムも本当参加してほしいと思うんで、あ、ぜひぜひ、うんうん、この後ぜひともあのグループラインにも入っといてほしいなと思うんで、あ、やっとだ、お願いします。夏休み何してるですか？今年の夏休みは神社やお寺を巡ったり飲んだくれたりしてます。いいね、趣味ですね。で後半は学生プロレスの興行がいくつかあるので観戦に行く予定です。あ、今週末も来てくる感じですかね。そうな感じです。うなずいてる感じですということで。うなずいてる気がした。ありがとうございます。ありがとうございます。毎日暑いですが、皆さん体調崩さないように頑張ってくださいってことでね。ありがとうございます。本当に暑いんでね。うなぱいさんも愛知大学プロレス同好会の興行を見に来てくるってことなんでね、うん、この後どんな興行になるのかしっかりとね PR していきましょう。うなぱいさんメッセージありがとう。今日お送りしました曲はケビーバッパーフレンズファミリー&ゴッドでした。マンデーシュガースポット。さあということでここからの時間は AWA 活動報告タイムということで、まず今週末8月の18の日曜日に迫る興行についてね、たっぷりと PR していきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まああと6日ですからね。はい、はい、すぐだ、ね、早い、気づいたら切っているってことなんでね、うん、8月18日日曜日、はい、まずどんなことが行われるか教えてください。はい、8月18日まず時間、すいません、場所が、うん、我慢氷の片原温泉アジサイの里で、12時半開場、13時開始終了って14時半でやらせていただきます。いただきます。はい1時スタートの14時には試合が終わりますよっていう感じ で、はいはい、でカードが第1、はい、第1試合がじゃあ私から言わせていただきます。よろしくお願いします。第1試合が新人デビュー戦ということで、天下変態ドラゴンスカイ VS、はい、初代マグナム愛嬌新人のシェイ、よろしくお願いします。お願いします。スカイ VS マグナムなんだね。はい、はい、ここですね、はい、第1試合、はい、うん、胸を借りて、はいはい、胸を貸してあげます。やっぱチャンピオンとしてね、新人を迎えて、はい、まあ、学生プロレスというものをね教えたいと思います。おー、まあ、スカイも通った道をそう同じような感じで味わわしてみたいな、はい、うん、どうですか。あ、じゃあマグナムこの第一試合デビュー戦となりますが、はい、そうですね、うん、デビュー戦っていうとやっぱりどうしても基本の技を大切にするとか、うん、元気いっぱいとかそういうとこをもちろん大切にしたいんですけど、やっぱり4年生ということもあって残り短い期間なので、うん、とにかくデビュー戦からたくさんの人に印象に残るような、うん、熱く激しくやっていきたいなというふうに思っております。おー、いいねいいね、いいですね、こういうのが嬉しい。4年生デビューだからこその先輩のルノワールからなんかアドバイスがあったりする？もうやっぱりもう、うん、やっぱり歴が違うけどそこはもうビビらず自分のいいとこ出して、うん、俺はスカイじゃなくて愛嬌君応援するから頑張って。境遇が一緒だからね、許せない、ね、ここで因縁が。そしたらね、また最後負けて引退したんでまたこれやるかもしれない。あ、じゃあ愛嬌応援します。うん、いや、その試合熱いね、うん、やってほしいなと思うけど、まあ、マグナム君はデビューということでね、まあ、どんなタイプのレスラーなのかも見てのお楽しみだと思うので、まず1個分かるのは気合が十分だよってことは分かってるんで、うん、満々です、うん、ぜひとも見に行ってほしいなと思うし、スカイもどうですか、マグナムとも一緒に練習してる感じだよね。はい、練習してまあ、うん、なんか変な話ながら教えることもね、うん、たくさんあるんですけど、やっぱり成長もすごい感じるし、うんうん、なのでそれこそ試合の時にね一番楽しみにしてるので、対戦相手としてどんな感じで成長してくれてるのか、今まで教えたことをね、うん、どれだけ相手が発揮してくれるかが、うんうん、すごい楽しみですね、やっぱり先輩として。ちなみにあのマグナム君はレスラー的にはどういうレスラーが好きなの？はい、僕が好きなのは、うん、マグナム愛嬌ってリングネームの元ネタにもなった、うん、マグナム東京っていう選手がいて、ほう、入場の時にこう曲に合わせてこうダンスをしたりする選手で、うん、なのでもし見ていただく方はそのマグナム東京選手のダンスの動画とかで予習してもらうと、うん、
楽しんでもらいやすいかな。予習？何すんだ。何をするんですか。まあ、けどマグラム東京でもとりあえず検索して、うん、ちょっとその辺の入場を見てくれると、うん、マグラム愛嬌としての楽しさがよりますよってことなんですね。そうですね、はい、はい、入場から楽しんでくれということで、はい、もう第一試合の一番最初の入場から会場を熱くさせたいなと、うん、熱く盛り上げていこうかっていう、うん、いいね。どうですか、じゃあ対戦相手の、まあ、今一応教えてくれてる師匠でもあるかもしれないけど、司会に対して何かこう、はい、宣戦布告じゃないけど、お、そうですね、やっぱり、うん、まあ、教えてもらってる立場とか、うん、こう先にやってた先輩だったり、こう自分がこう動画で見てて憧れてた人でもあるんですけど、憧れてたんだ、ちょっと嬉しいなこれは。でもやっぱりいざ戦いってなると、うん、そこは負けられないところはあるので、うん、まあまあ、うん、はい、しっかり深井くんがこう機動力や飛び技で来るんだったら、じゃあ僕は得意の部分、自分の色を見せて、うん、うん、しっかり戦っていきたいなと思ってます。わあ、憧れだけど試合の時は憧れじゃねえぞと、もう倒しに行くぞと、うん、倒すつもりで、うん、そこはレスラー、一レスラーとして、お、期待ですね。それを受けてスカイどうですか、マグラムに向けて。まあやっぱり今まで教えてきたことを発揮してほしいのと、やっぱり、うん、学生プロレスっていうのをね、あのまだ、いや、教えてるのはプロレスのことであって、あの実際に試合をしてみないとね、学生プロレスの面白さってのは分からないと思う、うん、やっぱりあの試合を通して学生プロレスを知ってほしいなって、うん、お、まあとにかく頑張れ、頑張ります、コメントで、スタイがすごい成長した感じするね、まあ、まあまともな人間なんでね。なんか先輩としてチャンピオンとしてなったなって感じがしますね、久しぶりに見たらスカイが、ね、うん、いや最初はプロレスのプの字も知らなかった本当にね、本当にそうです、うん、それを語るようになったというのはなんかちょっと感慨深いものあるかなと思うけど、まあ、この2人の、まあ、マグラムのデビュー戦、はい、ぜひとも皆さん楽しみにしてほしいなと思います、はい、そして第2試合目が、はい、イベント第2試合がワイズ試練の一戦というところ、待って待って、アントワイズ VS AWA コーチのナンジェイスタイルズ、ナンジェイさん、大丈夫か本当にコーチと試合なんだね、ワイズ。そうですね、もう本当にもう、今までの試合の中で最大の試練となっていまして、いや楽しみだ、ね、今でも本当に勝てんのかなっていう、うん、弱気です、ね、うん、俺との試合試練じゃなかった、あ、やばいいや、それと同じ、いや、それと同じぐらいの試練です。なんなら飛び入り参加したぐらいだからね、ルバール引退の時は。そうですね、もういても立ってもいられなくて、マスクポーイって脱ぎ捨ててはって、もう俺と勝負しろって言っちゃったんで。冷静に思えば今日あれだね、マスクせずに出てるけどいいの？あ、もう顔だバラしちゃってるんで、もういいやって、はい、もうマスクマンではないんだ。もうもう自分がつけたい時にマスクかぶって、つけたくない時にマスクを脱ぐって感じなんで。そういうこと？あ、ダメです、それは。NG ワードがちょっと今 NG ワード出たんで、そこでもう皆さん忘れてください、忘れてくださいっていうね。まあコーチと対戦するってことだよね、はい、うん、ナンジェさん、ナンジェさん、うん、すごい強いっすよ、ナンジェさん、うん、どう、実際なんかもう練習も一緒にやってたりするの、コーチだから、はい、そうですね、急に悪い、そうですね、本当にナンジェさんとちょっと練習やってる時はもう本当にレベルの高さを痛感するなって、うん、やっぱり関西でも1位に誇るトップレスラーだったんで、すごいなって思う面もあっても、学ばなきゃいけないところも多くあります、うん、けど、それ今月の上旬に九州の方に、うん、はい、合宿行ったわけでしょ。そうですね、もう本当に自分のレベルアップのためにやってますし、実を言うと、うん、今年の4月ぐらいから名古屋のプロ団体の方にも毎週水曜に練習しに行ってるんで、すごいじゃん、はい、もう去年の自分とは絶対に違うってところはもう見せれると思う。おー、はい、楽しみ、めちゃくちゃハードル上げるじゃん、いいのあいつ、こんなハードル上げ て、ね、自分で上げて、もうそうするしかないんですよ、もう、もう殻破んないといけないんで、もう、さらに、はい、さらに破るんだ、もうそうですね。結構ルノワールのね、乱入した試合の時もだいぶ殻破ったなと思ったけど、はい、もうマスクを脱ぐってだけでも本当に直前までも迷ってたぐらいなんで、もうマスク抜く、はい、つけたまんまで乱入しようかなみたいな、もうなんかもう試合やりたいけどどうしようどうしようってなってて、あー、何が言いたいんだ
もうあのもうもうそのルノ先輩との試合以上のものはもう見せたります。もうその時に。もうねはっきり言っていつもの試合はグラウンド、まあ、地に足つけてやってたんですけど、いつもの戦法とは違う方向で行く気ね、なんで、もう皆さん、もう皆さん楽しみにしていてください。ニューアイズ。なるほどね。ジ・アプセットストライカー。そうですね、もう本当にアプセットやっております。楽しい。楽しみですね。今日お前かっこいいな。ありがとうございます。ラジオ出演的にもだいぶ成長したね、なんか。本当にありがたいですよ。出演した時と、はい、うん、もうあの時は本当にすいませんでした。、うん、もう体感1分ぐらい無言だったからね。はい、はい、もうあの時もバリ緊張しちゃってた。いいじゃん、まあ自信がついたワイズということで、うん、もう合宿にも行って、はい、プロの団体でも練習してってことで、はい、うん、強いコーチを倒しに行くぞってことで、はい、そうですね、もう、うん、成長した自分の姿を 見に来てください。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ今日は実際ね、ナンジェイさんこのラジオにいないけど、うん、まあ電波に乗せてナンジェイさんに向けて、うわコメント、宣戦布告な一言お願いしますよ。ナンジェイスタイルズ、首を洗って待っていろ、以上。これ切り取って後で X に上げとくんで。マジですか。ナンジェイスタイル、首を洗って待ってろって、ね、はい、そこだけ上げときますわ。こいつ昨日リングのところもっとひどいこと言ってましたからね。もうここで話せないぐらいのこと喋ってました。NG なことを言っちゃって、放送禁止でしたね。気合入ってますから、こいつ。バチバチなんだ。はい、もう、もうね、ここで話したらもうピーってもう規制音入っちゃうぐらい。なるほどね。まあ今日ちょっと理性保ってくれてよかったよ。はい、当日がちょっと不安ですよね。暴れはないから。そうだね、まあ、当日はどうなの。去年はそれこそルノワール、コメダ VS ドラゴンスカイのね、はい、試合もね、生で流してて、はい、ね、でまあ後日 YouTube にも上がって再生回数がとても伸びてたりするけど、うんうん、はい、今回は YouTube で配信とかあったりするの。そうですね、はい、配信もする予定です。予定、うん、はい、生配信ってこと。生配信です。おお、一応スカイのスマホの調子が良ければ、ね、そうですね。私にも余裕があればやろうと思います。調子が悪かったらちょっと、まあ、後日、はい、うん、はい、動画を撮るので配信は、うん、上がりますよってことで、はい、まあ、タイムリーであれ、まあ、後々であれ、まあ、見ることができるってことなんで、ぜひ見てほしいですが、はい、ぜひとも正直生で見に来てほしいとは思うんで、うん、生が楽しんで一番、うん、見に行くにはなんか予約とかあったりする。いらない。はい、今回は予約なしで、はい、うん、会場までの交通ルートがちょっと難しいので、うん、そこだけクリアしていただければ、うん、全然自由に来ていただいて大丈夫ですので、はいはい、お待ちしております。はい、マップとかの検索は何で検索すれば分かりやすくなる。そうですね、片原温泉あじさいの里、うん、駐車場で検索していただけるといいかもしれません、うん、なるほどね、片原温泉あじさいの里駐車場で検索をすると分かりやすいってことなので、はい、まあ、入場無料誰でも来れますよってことなので、はい、ぜひとも、まあ、熱中症対策はしっかりして、ね、暑いのには変わりないですからね。ね、遊びとしね。うん、うん。寿司子は今回はレスラーデビューはしないんですか？はい、ずっとされてる。今回もうちょっとまあ見送らせて。デビューじゃなかった。いつからデビューなのかな。俺とエキシビジョンマッチやる？いいじゃん。一番怖いやつだと。そう、覚悟しておきます。ルノワールは実際なんか試合見に行ったりとかしたりするの？いや、一応来週はもうね、うん、見に行きます。僕、木金仕事あるんで、うん、水曜帰るんですけど、うん、でも金曜の夜新幹線で帰ってきて、うん、ありがとうございます。日曜日行くつもりなんで、頑張ってください。応援に行くということで、試合がひょっとしたらゲリラで寿司子とあるかもしれないみたいな。あ、それはもう僕準備してます。緊張してきた。楽しみですね、エキシビジョンで、はい、うん、やってほしいなって思いますけど、うん、まあ、これでね、愛知大学プレス同好会だけでの興行がね、今回あるということなので、はい、新生アイプロ興行バージョン2ですか、去年から考えると、はい、でしょうね、うん、またさらに新しくなった AWA をね、はい、感じてほしいなって、うん、思います、はい。これでこの試合を見てさらにまたレストランになりたいよっていう学生がいたら全然 OK。 もうもちろん大ウェルカム、ね、いつでもお待ちして。会いたいだけじゃなくてもいいんだよね。あ、もちろんです、はい、もうやっぱりインカレとしての第1号がね、愛嬌、うん、なん で、 そうです、ね、これって、うん、マグナムの成果でもかかってくるとそうですね、これでレスラーがより入ってくるには
僕が導いて、うん、そう、2代目マグナム愛嬌、3代目、4代目マグナム愛嬌襲名制なんだね、もう一発言います。かっこいい愛嬌レスラー伝統になってる。はい、そちらも期待なんですけど、まあ本当は8月の18日の日曜日はね、はい、熱中症対策をしっかりして、愛知大学プレス同好会の興行ね、見に行ってほしいなと思います。片原温泉あじさいの里にて、1時から2時試合を行われますので、はい、暑い時間となりますが、はい、熱中症対策をしっかりしてほしいなって思います。はい、ということでね、ぜひとも皆さん、詳しくはね、愛知大学プロス同好会 X、インスタとかもろもろありますんで、そちらでチェックいただけたらなって思います。さあ、ということで、マンデシカスポットエンディングに向かっていきたいなと思いますけども、なんか言いたいことあんのか、ワイズ。なんだ、まあ、2日後 の、 8月14日に、20歳の誕生日を迎えることになりました。それかお前。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。14日に誕生日を迎える。そうですね、もう20歳です。何歳、何歳、いい、ね、あれさっき20歳何歳、20歳、20歳、はい、20歳ってのは20歳、もうほんと20ですね。大人ってこと。はい、大人、大人、大人でしょ。小学生ぐらいに見えちゃう。ひどくないですか。大人になったバイズを18日見れるってこと。本当ですね。もう、もうね、年も、人だ、もう、レスラーとしても一皮むけた、ワイズが見れるので。だからワイズだけに一皮むけちゃう。いやそれはないっすね。ひと夏むけちゃう。ひと夏じゃないっすね。ほとんど博打か酒飲むかのどっちかなんで、試合終わった後。お前19か本当に。バンクドミカお酒。レスラーの設定がすごい破天荒設定なんだ。うん、もう実際も破天荒。そうなの。うん、まあこの夏ね、まあ、レスラー、まあ、今週末は試合に向けて頑張ってほしいと思うけど、うん、試合終わった後まだまだ大学生として夏休み続いていくと思うけど、うん、みんな何したいですか、残りの夏休みは。自分はちょっとあれですね、なんだ、筋トレをずっとしてて、うん、そう、腹筋が地味についてきてて、で胸筋はもともと勝手につくタイプだったので、ちょっとプールで美女たちに見せびらかしたいなって、ちょっと行きたいですね、ラグーナあたりは。おー、ナイトプール変なアイス。なんで俺マイズくんもフェロモンで、うん、フェロモンがね溢れてる。いや、フェロモンもクソったりもない。それワイズも行くの、じゃあそれプール。いや行かないっすね。俺の引き当てよくとして。いやでも行くとしたら一人旅やってみたいなっていうの。あ、ほんと一人旅。どこに行くの一人旅。うーん、まあ奈良の方に行こうかなって。なんで、うん、ちょっとあるツイートを見かけて、あ、ここいいなっていう店とかあったんで、そこ行って行こうかなって。あとどなたかのなんかリベンジっていうのがあるんで、それをちょっと完遂してこようかなって。リベンジ、リベンジって ルノ先輩、ルノワールのリベンジ、何何、トータジの柱のやつ。僕が大仏の鼻の穴の柱を通れなかったから、ワイズにリベンジしてくれって言ったのを今思い出して。そういうことか。お前いいやつだな、お前。そんな俺忘れてたよ。誰もが忘れてることを。はい、確か東大寺って目がけて、確かルノ先輩ツイートしてたよなって思って見たって。かわいいやつだな。なんでどうせなら、もう それもリベンジしてこようかなっていう。期待してるよ、その体ならいけると思うから頑張って。余裕褒めてないんだけど。どうせならそれも写真で撮っておさ、うん、報告していきますんで。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあということでね、まあ、夏休みいろいろとまだあると思うけども、ルノワールも今日もね、夏休みということで帰ってきてくれてありがとう。いやいや、こちらと楽しい時間過ごして、うん、ありがとうございます。まあこれでなんかまたプロレスをね、やるかもしれないとか言ってたんで、ね、ちょっと楽しみです ね。その辺の告知をまたね、してほしいなと思うんで。はい、決まったらまた報告させてください。よろしくお願いします。続報をね。で最後に、じゃあ、まあ、OB のルノワール今日来てくれてるんで、まあこの現役のみんなに今週末の試合に向けて、なんか気合い入る一言でも、なんかアドバイスでも何でもいいんで送ってあげてくださいよ。はい、でワイズは、ね、去年第一試合だったけど今回メインなんだから、去年のメインよりね盛り上がりを頑張ってください。うん、スカイ愛嬌ね、チャンピオン試合で大変だと思うけど、はい、負けないように、スカイもチャンピオンとして
なんか堂々と写真見せるよう頑張って、はい、で寿司子もねマネージャーとして慣れてきたと思うから、はい、まあ、困ったら言ってくれればいいから、しっかり頑張っていい応援していきましょう。団体ですね本当に。今この瞬間が一番嬉しかったわな。はい、ということでね、8月18日はね AWA の新生 AWA 自主興行なんでね、ぜひとも皆さん遊び来てください。ということで、マンデーシャースポット、この番組はサーラカードの提供でお送りしました。ここまでのお相手はケンジブリッチとドラゴンスカイとメシダースシコとマグナムアイキョウとアントワイズとルラルコメヤでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。